本校ではジョージ四世と競馬について述べる。イギリス国王ジョージ四世は王大使の頃から競馬に熱中した。国から与えられる歳費をほとんど競馬に費やし、それだけでは足りずに借金を重ね、その返済のためにまた国費を引き出した。1788年には王族として初めてイギリスダービーに優勝。1791年には 当時のイギリスで最大のレースであるオートランズステークスに優勝した。競馬の被護者として各地の競馬場の運営に関わり、とりわけアスコット競馬場の走路拡張や観戦席の建設を盛んに行い、ロイヤルアスコット開催を創設した。またアイルランドでは今も行われているロイヤルウィップステークスを創始した。場所としてはダービー優勝のほか、オートランズステークス、 ドンカスター金牌とグッドウッド金牌などの大レースに勝ったが、アスコット金牌には勝てなかった。この他持ち馬のセディム号は、イギリスの種ボバチャンピオンになり、リヴァイア3号もアメリカで種ボバチャンピオンになった。1791年には、エスケープ号事件という不祥事に関わった。この事件では、不正を疑われた王大大使に対して、 イギリスのジョッキークラブが断固とした態度を取ったことで、ジョッキークラブの権威が大きく高まり、後の競馬のルール制定につながった。大太子時代のジョージに酒と女と掛けご遊びを教えたのは、おじのカンバーランド公だったと伝えられている。カンバーランド公は、ジョージ三世から見ると弟にあたる。しかし、カンバーランド公は、アンホートンとの不適切な結婚など身持ちが悪く、 王族の辛い汚しとみなされていた。カンバーランド公は競馬に打ち込み、1780年にダービーが創設されると、たびたび持ち馬を出走させた。カンバーランド公は、子供時代のジョージを連れ出して競馬に連れて行き、いろいろな遊びを教えた。執実な態度から、農夫、ジョージと呼ばれた父ジョージ三世と反対に、ジョージは遊び放けるようになった。ジョージは、 1783年にジョッキークラブへの加入が認められる21歳になるとすぐに会員となって競馬を始めた。ジョッキークラブ会長のバンベリー順団尺は自ら若いジョージに競馬の手ほどきをしたという。ジョージは欲しい馬がいれば金に止めはつけずにいくらでも注ぎ込んだ。そんなジョージをせっせと艦隊し、しきりに馬の購入を進めたのは馬賞。 リチャード・タタソールだった。ジョージの所有馬はすぐに20頭を超え、経費は年に3万ポンドを要したと伝えられている。1786年にはジョージが競馬に登録した馬は24頭を数え、2頭をダービーに出場させるまでになった。この時のジョージの馬の成績は、ブリガンザ・ゴーが4着、リートル・ヘンリー・号が着外だった。 こうした浪費によってジョージはこの年に早くも破綻に直面した。ジョージは持ち馬を荒かた手放す羽目になり、ニューマーケットの旧社も解散せざるを得ないところまで追い詰められた。一時期は手元には一頭の馬しかいなくなったという。まもなく1787年に議会から与えられた16万千ポンドの資金で、ジョージは競馬を再開することができた。議会の承認を得られたのは、 当時の首相ショーピットがガチガチの馬基地だったからだという。ジョージはすぐに再び競争馬を買い集め、持ち馬は39頭に達した。この数は当時を代表する大馬主であるグローブナー伯爵の32頭、ベドフォード公爵の30頭を上回る数だった。ジョージはそのための旧車の拡張に追われた。百九十一年のタイムズ紙は、大太子は、 王国で一番の旧車を持っている。そのくせ全然レースに勝っていないと記事にした。実際にはジョージはすでに1788年にサートーマスゴーをダービーに出走させて勝っており、王族として初めてダービー優勝を果たしている。しかしその頃のダービーの賞金はまだそれほど高くなく、ジョージが勝った年の優勝賞金は971ポンド15シリングに過ぎなかった。 これに対し、サー・トーマス号を購入した際に、ジョージが支払った額は2 0 0ニーだった。ジョージが、名実ともに、イギリスで一番の場所となったのは1791年のことである。その前年、1790年6月に、アスコット競馬場で、イギリス最大の競馬レースが創設された。これは、オートランズ・ステークスといい、競馬史上初の3頭以上によるハンデ戦だった。 どの馬にも均等に勝つチャンスがあるという企画は、画期的で、馬所以外の、第三者が賭けに参加することの魅力が広まり、競馬が広く人気のある娯楽へと変遷する契機になった。優勝賞金の原資となる登録量は一等当たり、1 0ニーも必要だったが、イギリス中から、出走希望馬が集まり、賞金は膨れ上がった。ジョージは、前衛が注目する。 この空前の大レースに参戦するため、当時の一流馬イスケープ号を入手した。実は、エスケープ号はもともと、ジョージ自身が1785年に生産した馬だったのだが、1786年の資金難の時に手放してしまっていた。それが活躍したので1500ギニーも出して、買い戻したのである。エスケープ号は、第1回オートランズステークスで2.0倍の、 大本命となった。しかしエスケープ号は惜しくも頭差で2着に敗れた。勝ったのは、父ジョージ3世が毛嫌いしていたホイックと当主、チャールズ・ジェームズ・フォックスのシーガル号だった。ジョージは、翌1791年の第2回、オートランズ・ステークスに優勝することに情熱を傾けた。6月に開催されるレースの半年前に、格闘録馬に与えられるハンデキャップが発表される、 ことになっており、それが公表されるとジョージは、めぼしい登録馬を買い集めた。そしてそれらの馬を集め、オートランズステークスと同じ距離、同じ金量で競わせ、出走させる馬を厳選していった。直前まで候補に残ったのは、エスケープ号、バロネット号、ペガサス号、スモーカー号の4頭である。アスコット開催の5日前、ジョージは、 エプソム競馬場で4頭による最後の試走を行い、エスケープ号とバロネット号の出走を決めた。第2回オートランズステークスの優勝賞金は2950ギニーとダービーの3倍に上った。当時としてはかなり多頭数となる19頭が出走し、この年のダービーに着馬が本命になった。このレースは第1回以上に話題を集め、アスコット競馬場の歴史でも、 空前となる4万人の監修が押し寄せ、賭けの総額は10万ポンドを超えた。中には、バリモア伯爵のように、一人で2万ポンドも賭けている、ものさえいた。ジョージは、エスケープ号での優勝を信じており、エスケープ号にたっぷり賭けていた。ジョージは、お抱え機種のサムチフニーにエスケープ号に乗るように指示していた。ところが、チフニー騎手は、レースの寸前の馬の様子を見て、 エスケープ号が調子を落としていると考えた。そこで、チフニー機種は慌てて2箇所の掛け場へ走り、それぞれバロネット号に30ポンドと27ポンドかけた。これが当たれば1000ポンドになるはずだった。このあたりのジョージとチフニー機種、調教師のウォリック・レイクらの間で行われたやりとりについては、内容の異なる様々な伝聞がある。ある説では、4頭の候補場が、 マスコット競馬場に到着したのを見た途端、チフニー機種はエスケープ号では勝てないと踏み、バロネット号への騎乗を申し出たという。一方、レイク調教師はエスケープ号の調子は悪くないと反対した。ジョージはどうするか決めかねて、レース当日になってから自分に相談することなく、チフニー機種自身で決めてよい、と伝えたとされている。また別の伝文では、 エスケープ号とバロネット号を出走させると告げてきたジョージに対し、チフニー機種は直談判をしてその場でバロネット号機乗の許可を得たという。この時レイク調教師はエスケープ号の調子は万全だと言った。ジョージがチフニー機種にバロネット号にそんなに自信があるのかと尋ねると、チフニー機種は他にも強力な出走馬がいるから勝利の確約はできないが、 正気はかなりあるはずだ、と答えたという。チフニー機種にとっての心配の死が一つだけあった。ジョージは、エスケープ号に相当かけているはずだから、もしもバロネット号が、エスケープ号を任してしまうようなことになると、ジョージが損をするのではないかということだった。そこで思い切ってそのことをジョージに尋ねてみた。するとジョージは、これは、多言無用の内緒の話だがと断った上で、実は、 保険として、こっそり、バロネット号にもかけているから、バロネット号が勝った場合でも1万7000ポンドの儲けになると答えた。レースが始まると、エクスプレス号という馬が、先頭に立ち、4馬身後ろで、バロネット号がこれに続き、さらに2馬身離れた3番手に、ジョージの本命エスケープ号がつけた。 ゴールまであと半マイルというあたりで、チフニー騎手は後ろを走るエスケープ号の息ぶりが思わしくないのを見ると、これを見捨ててエクスプレス号との勝負に出ることにした。両馬は全く並んでゴールまで激しく争い、最後の最後にバロネット号がわずかに前に出て優勝した。当時のタイムズが見によれば、両馬はほぼ並んでいたが、ゴール寸前でバロネット号は半馬陣の差をつけたという。 この勝利により、ジョージはイギリスで一番の大レースの優勝場所となった。普段はジョージが競馬に散在することを諌めていた父ジョージ3世も、この時ばかりはジョージを褒めたという。ジョージ3世は、お前のバロネット号はよく稼ぐ。わしは、先週14人に順段借位を授けたが、奴らは1ペニーだってよこさない。と言ったと伝えられている。 バロネット号はこの後、イギリス各地で勝利を収め、アメリカへ種ボバとして売られていった。この勝利の後、ジョージは自身がパトロンであった王立美術学校からジョージ・スタップスを招聘し、バロネット号の肖像画を描かせた。スタップスは6月のアスコット競馬場でのオートランズ・ステークスを見に行ってはおらず、この作品は10月のニューマーケット競馬場で、 国王賞というレースを買った時のもので、背景にもニューマーケットの建物が描かれている。ジョージはこの作品を住まいであったカールトンハウスに飾った。チフニー機種はジョージの服飾である紫の銅に、黄色の袖、袖と銅に、金の飾り付き、黒帽子を着用した姿で描かれている。この服飾は現在も王室所有馬の服飾となっている。 バロネット号の4本すべての足は前後に伸ばして空中にあるように描かれている。この作品は全力疾走中の馬を描くにあたってこのような表現が行われた最初の作品である。失踪中の馬の足をこのような姿で描くという発想は解剖学を収めたスタップスの師匠で2年前に死んだ名馬エクリプスを解剖した医師による意見の影響だったと考えられている。 競走場をこのように描く手法はその後長い間絵画界の伝統となった。こうした表現は19世紀の後半にエドワード・マイブリッジが初めて失踪中の馬の高速度撮影に成功し実際にはこのような走り方をしていないことを明らかにするまで続いた。しかしこの直後ジョージとチフニー機種エスケープ号はエスケープ号事件として 競馬バ氏に残る悪名高い事件を起こした。オートランズステークス優勝の後、ジョージは秋のニューマーケット競馬場にエスケープ号を出走させた。騎手はチフニー騎手である。木曜日のレースで当時イギリスを代表する名馬の一頭だったエスケープ号は4頭中一番人気となり、賭けの倍率も2対1にまで下がったのだが、不可解な大敗をした。翌日、人気の落ちた エスケープ号が再び出走し、前日と同じ相手に落勝した。前日の敗戦で、賭けの倍率は4対1から5対1にまで高くなっていた。ジョージもチフニーキッシュもこれで大儲けをしたという。すぐに、ジョージらが2日目の馬券で儲けるため、チフニーキッシュがインチキをして、初日にエスケープ号が負けるようわざと手綱を抑えたのだ、と非難の声が上がった。 ジョッキークラブの会長で審判長をしていたバンベリー順段尺他3名の審判団はチフニー機種を呼び出し質問した。チフニー機種は1日目の敗戦はエスケープ号の調子が悪かったと弁解したが2日目のレースでエスケープ号に2 0ギニーかけていたことを白状した。審判団はチフニー機種の言い訳を信用せず過去のチフニー機種のかけの記録を調べ上げた。 これまで他にも同様の行為が行われていたようだった。さらに、チフニー騎手は、ある人物に対して300ポンドの借金があり、初日のレースの後借金を帳消しにしてもらったことも、突き止めた。その人物がチフニーに、わざと負けるようそそのかしたものとみなされた。バンベリー淳弾尺は、ジョージに対し、次に、チフニー騎手を乗せたら、金輪イジョージの馬と一緒に、 レースに出る者は一人もいなくなるぞ、と警告した。ジョージはインチキを認めず、チフニー騎士を擁護したが、ジョッキークラブは、ジョージの言い分を認めなかった。この一件の後、ジョージは、ニューマーケットに足を踏み入れなくなった。ジョージの側は、ジョッキークラブと決別してやったと息巻いていたが、競馬界の人々は皆ジョッキークラブを称賛した。たとえ相手が、直期国王であろうとも、 公正さを貫き通して追放処分を決めたことでジョッキークラブの権威は大いに高まった。もともと当時のジョッキークラブは何ら法的拘束力を持たない同好会に過ぎない存在だったが、これ以後はイギリス中の競馬人がニューマーケットのジョッキークラブの様々な決定を遵守するようになった。現代ではニューマーケットのジョッキークラブは世界の競馬の中心。 世界の競馬の決定機関などと称されており、これはエスケープ号事件の結果である。エスケープ事件の核心は、大太子ジョージがインチキをしたことではなく、インチキをした大太子にジョッキークラブが毅然とした態度を示したことにある。当時は、こうしたインチキ行為はよくあることだった。しかし当時のジョッキークラブの会長バンバリー、順段尺はかねてより、競馬界からこうしたインチキを一掃したいと、 考えていた。そのために、代々的に宣伝に使える事例を求めているうちに、ジョージとエスケープ号の一件が起きたものである。ランニングレーシング、ザジョーキークラブイヤーズシンス1750の著者ジョントレルによれば、バンバリー巡弾尺は、太陽を探し求めているうちに、大太子という、大きくて、見せしめに、うってつけの魚が引っかかったのだという。 その後ジョージは競馬をやめたわけではない。ジョージはアスコット競馬場を根城にして競馬に打ち込んだ。ダニエル・ラドクリフを責任者として王室級者を設立し、持ち馬をニューマーケット競馬場のレースに出すときは、もっぱら、ラドクリフ指名義で出走させた。ジョージは1801年から1807年の間だけでも100勝以上を挙げた。 エスケープ号事件から15年ほど経ったある時、ジョッキークラブのバンベリー順弾尺とダーリントン伯爵は連名でジョージに書簡を送っている。その中で彼らはかつてニューマーケットで起きた不幸な出来事を殿下が忘客の淵に埋められますよう、慎んで懇願いたす次第でありますとし、和解を申し入れた。しかしジョージはこれを受け入れず、その後もアスコット競馬に傾注した。 アスコット競馬場の開催中、ジョージは愛人のコニンガム公爵夫人が飽きてしまったと言わない限り毎日通った。この様子は大太子殿下、麗しき夫人とアスコット競馬への風刺画に描かれ、ロマンス小説、レディオブ・クオリティの題材にもなった。1820年1月に父ジョージ3世が崩御し、ジョージはイギリス国王ジョージ4世として即位した。この後、 もが明けた1821年7月に行われる予定の戴冠式をめぐり、ジョージ4世とその妻キャロラインとの間で争いが起きた。もともと両者は1795年に気の進まない結婚をして、翌1796年からは別居し、キャロラインはイギリスを出て大陸で愛人と暮らしていた。ジョージも様々な愛人を囲っていた。ところが、 ジョージが国王戴冠式を行うとなれば、日も同席し、その場で正式な王校として冠を受けることになる。ジョージはこれを何とか阻止しようと、法的手段によって正式な離婚を成立させようとしてキャロラインとの間で葬儀となった。一連の異世をめぐる集分は、イギリスの大衆を賑わすことになった。キャロラインは大衆を、 自分の味方につけようと7月の体冠式の直前に行われるダービーの会場に姿を現した。これはイギリス史上初めて王妃によるエプソム競馬場訪問となった。史上初の王妃のダービー臨席を伝えたタイムズ紙は王妃のことに使命を先すぎてダービー優勝機種の名前を掲載するのを忘れたというキャロラインの死後間もなく アイルランドの競馬会からジョージ四世宛に秋競馬の案内が送られてきた。ジョージ四世は招待を受けてアイルランドへ競馬観戦に行った。これは国王による正式なアイルランド訪問としては400年ぶりのこととなった。その後もジョージはアスコット競馬の充実に不信した。お抱え建築家ジョンナッシュに競馬場の施設を拡充させ競馬主催者として 王室を挙げて、開催に臨席した。数密院での議事中も、初期間のチャールズ・グレビルと競馬のひそひそ話をしていたと伝えられている。1828年、晩年のジョージ4世は、ついに、ジョッキークラブの重鎮を、セント・ジェームズ宮殿へ招待し、和解を果たした。その席上、ジョージ4世は、自分ほど競馬に関心を持っている人間はいないと、 宣言し、二度にわたって、競馬のために乾杯をあげた。翌1829年6月、アスコット競馬の開催を前に、競馬の晩餐会を主催した。そこで、ジョッキークラブから、競馬の被護者の称号を送られ、これを快く受け入れた。国王は、こう言った。要は、ジョッキークラブから離れた時も、クラブの会員に不親切にしようとか、 競馬への関心を捨てようとか思ったことはなかった。アスコット競馬場のほかサセックス州のルイス競馬場やブライトン競馬場も、ジョージのお気に入りだったと伝えられている。どちらもドーバー海峡に面する夏のリゾート地にあり、特にブライトンは、イギリスのリゾート地として有名である。ここでは7月末から8月初旬にかけて、競馬開催があり、貴族たちはビーチでのヨット遊びと競馬を楽しむ。 ジョージはここに、勝者な離宮を造営した。ブライトンのビーチから海を挟んで対岸にはフランスがあり、多くのフランス貴族たちもここへやってきて、イギリスの貴族たちと交流した。ブライトンでのジョージはいつもフランス人の取り巻きを従えていたという。ブライトン競馬場はカンバーランド港によって1783年に設置された競馬場で、ジョージは 翌1784年からブライトン競馬場を訪れるようになった。現地の伝承では、ジョージは仲間の貴族たちと競馬場の周りを馬に乗って走り回り、羊の牧作を飛び越えて回った。これがハードル競馬の起源になったという。ブライトン競馬場は19世紀の初め頃に不振に陥り、しばしば開催できなくなった。摂政時代のジョージは、 競馬場に1 0ニ人相当の金牌を貸しし、これを商品とするレースを企画して、競馬場を再興した。ジョージは、ルイス競馬場に、自分専用の旧車を構えていた。サセックス州での夏競馬は、ブライトン競馬場の後、ルイス競馬場へ移動する。特に1806年のルイス競馬場では、ジョージが大勝負をしたことでよく知られている。当時、 代表的な名馬三ョ号という競争馬がいた。1804年にセントレジャーステークスに勝ち、1805年にはブライトン競馬場で三代エグルモント伯爵と1000ギニーをかけた一気打ちに勝ち、さらにルイス競馬場でダーリントン伯爵と三千ギニーをかけた勝負にも勝った。翌年、ジョージはこの三ョ号に1000ギニーをかけた勝負を挑んだ。どちらも、 同じハンデで勝負は4マイルで行われ、ジョージの馬が勝った。アイルランドの競馬会は、1821年に退官したジョージ4世に対し、秋競馬への臨席を乞う招待状を送付した。ジョージはこれに応えて、アイルランドへ巡行を決めた。現役のイングランド国王が公式に、アイルランド本島へ渡るのは、1399年に、リチャード2世が、 アイルランド征服のために自ら出陣して、以来、およそ420年ぶりのこととなった。アイルランドのカラ競馬場では、国王を迎えるための貴賓席と宴会のための広間の建設を行った。ところが、アイルランドへ向けて出港する前日になって、ジョージ4世がものすごい下痢をしているという知らせが、アイルランドに届いた。アイルランド最高位の貴族第3代。 リンスター公爵の指揮の下で、早馬を出して、ダブリンから急遽専門家を招聘し、国王のために特別室を特幹工事で作らせた。ジョージ四世は一レースから、その特別室に駆け込まざるを得なくなった。アイルランド競馬界の、こうした対応に大満足した、ジョージ四世は、イングランド国内でもニューマーケット競馬場だけにしか、許されてなかった、特別な商品を貸しした。 これは、名馬、エクリプスの尻尾の毛を編み込み、金で飾られた鞭である。これ以来、アイルランドの競馬は盛んになった。毎年、カラ競馬場ではこの鞭を賞品とするレースを開催し、ジョージ四世は賞金を提供した。この競争は、今でも、ロイヤルウィップステークスとして行われている。ジョージは、アスコット競馬場の整備に力を尽くし、新走路の造営。 650人収容の体観客席の建設、王室用の観覧席、貴賓席などの造営を行った。ジョージはアスコット競馬場の競馬開催でも、たくさんの浪費をした。中でも、アスコット開催の前日に開いたパーティーで、大盤振る舞いをして、バリモア伯爵のためにわずか一度の食事で1700ギニーを使った、と広く噂された。それまで、 アスコット競馬場の目玉レースだったオートランズステークスに加えて1807年にアスコット金牌が始まった。金牌レースというのはその頃各地の競馬場で行われていたものだがアスコット競馬場でもゴールドカップを開催しようというアイデアはジョージの母シャーロット王妃の発案だったと伝えられている。1807年の時点ではアスコット競馬場の走路では 本格的なカップ競争にふさわしい距離を取ることができず、競馬場を2周して2マイルの距離を確保した。その後、ジョージの命で走路の拡張が行われ、1808年からは2マイル半で開催できるようになった。最初の頃、ジョージは母や姉妹を最終コーナー付近に座らせ、自分はゴール前の審判席で観戦したという。やがて、王立競馬場である、 アスコット競馬場の金牌レースはイギリスを代表する大レースとなっていった。アスコット金牌を中心とする6月のアスコット競馬は王室の外交の場にもなっていった。1825年6月、ジョージ4世はアスコット競馬の開幕日にパレードを挙行した。これ以来、王家のパレードはロイヤルアスコット開催の伝統行事となった。王室一家、王族、 自重からなる一行は、四立建の向かい馬車に分乗し、ウィンザー・パーク門から入場、1マイルある直線のコンババを進み、貴賓席へ向かう習わしである。アスコット競馬場には無数の貴族や貴婦人たちが馬車で、駆けつけ、彼らは皆精一杯におしゃれをして臨んだという。これが、今のロイヤルアスコット開催の起源となった。ジョージ4世は、アスコット金牌優勝に執念を燃やした。 王族としては、ジョージ4世の体冠式の直前に行われた1821年のアスコット金牌で弟のウィリアムが優勝していた。1827年にはジョージ4世の馬モーゲージが2着になっている。翌1828年にジョッキークラブと正式に和解し、1829年にはアスコット開催に先立つ共演で競馬の被護者の称号を贈られた。 その1829年のアスコット金牌に優勝するため、ジョージ4世は7頭の馬を総額1万1300ギニーで購買した。前年のセントレジャーステークス優勝馬ザカーネル号を4000ギニー、1826年に腐敗の活躍をしたリバイア3号を2000ギニー、ドンカスターカップ優勝馬のフルールドリス号を1500ギニーなどである。このうちリバイアン号は、 旧車に到着してみると調教できないぐらいに疲弊しており、使い物にならなかった。王室旧車を預かるデルメラドクリフは内定費の管理官宛ての所管の中で、取引の中には確かに巨額のものもございました。が、国王陛下は、私めにとにかく買えとお申し付けになったので、とにかくそれに従うよりありませんでした。と弁解した。この時、 ジョージ4世の元に売り込みに来た者の,の中に、あのチフニー機種の弟と息子がいた。彼らは、ジンガニーゴーという馬を連れてきて、ジョージ4世に買ってもらおうとした。しかし、ジョージ4世は買取を拒否した。アスコット金牌の発送2時間前に、初期間のチャールズ・グレビルが2500ギニーでこの馬を買い、友人の6大チェスターフィールド伯爵の馬として、アスコット金牌に出走させた。 これにも遺伝がある。ザ・ドルイド氏の伝えによると、すでにジンガニー号の権利を確保していた、チェスター・フィールド・伯爵は、ジョージ4世のアスコット・金杯制覇にかける熱情を知り、レース前に、ウィンザー城を訪れてジョージ4世に配慮したという。そこで、チェスター・フィールド・伯爵は、もしもご希望されるならジンガニー号をお譲りしますと申し出た。しかしジョージ4世は、 この申し出を断った。たとえジンガニー号を買ったとしても、もう一頭の有力馬マムルーク号がいる。そして、マムルーク号の馬所は、元ボクサーで庶民のジョン・ガリーだった。アスコット金牌の直前に行われた王室のパレードに際し、ガリーが国王ジョージ四世の前でも、帽子を脱がない、非礼な振る舞いをしたことを、ジョージ四世は根に持っていた。ジョージ四世は、 そんな人物に敗れるぐらいならば、チェスターフィールド伯爵に敗れた方がマシだ、と答えたという。真偽は定かではないが、ザカーネル号については次のような逸話がある。このアスコット金牌の4日前、深夜に水管がザカーネル号の旧車に侵入した。この人物は泥酔したまま勝手にザカーネル号に乗り、朝方まで乗り回した。そしてそのまま、 アスコット競馬場から遠く離れた宿屋に乗りつけ、宿の亭主に酒を要求した。宿の客が、その馬が国王の馬であることに気づいて、慌てて王の旧車へ連絡した。ザカーネル号は1時間に6、7マイルのペースで数時間走ったようだったという。結局、ジンガニー号はマムルーク号を破って優勝した。ザカーネル号は着外だった。 チャールズ・グレビルが伝えるところによると、その時になってジョージ4世は、事前に、ジンガニー号を譲るという申し出などなかったと不平を言ったという。そして今更のように、ジンガニー号を2500ギニーで買い取った。この年、ウィンザーイートンエクスプレス氏は次のように、報じている。アスコット競馬が、一般大衆にこれほどまでに人気があるのは、競馬そのものによるのではない。 この人気は国王陛下のご尽力の賜物である。馬はそこら中でいつでも見られるものだが王族を見る機会は滅多にないものだ。翌1830年6月9日のアスコット金牌の時はジョージ4世はウィンザー城で死を迎えつつあり、競馬を見に来ることはできなかった。この年のアスコット金牌の出走馬は4頭で、そのうち2頭。 本命はジンガニー号とザカーネル号がジョージ4世の持ち馬だった。しかしザカーネル号が2着、ジンガニー号は4着に終わり、ジョージ4世はアスコット金牌を勝てなかった。その後まもなく6月26日にジョージ4世はウィンザー城で放御した。ありがとうございます。